失点に絡んじゃったんで、そこからこうみんながね、取り返してくれて本当にチームに感謝、お疲れっす、お疲れっす、感謝したですね。まあ、何本かちょっとクロスに対して頑張ったというよりもアデルトンが真ん中に入ってきてからアデルトンの方がクロスに対してちょっと前に入られたりという部分はあったかなと思うんですけど、まあ彼も強いんでそこはうまくなんとかギリギリ持ちこたえたというか、はい、みんな本当に集中してたね。そうですね、うまくこう時間使いながらというか、勝てないときはああいうところでバタバタして失点重ねるっていうシーンがあったんですけど、まあそこをなんとか持ちこたえられたんで、まあ一つそれが経験値としてね、また次の試合もそういうタフな試合になると思うので、まあ、これを一つ自信にして、やっていきたいですね。いいシーンもいっぱいあったと思いますし。そうですね、まあ練習で、まあ今週含め先週もそうですけど、まあ、あの形だけじゃないですけど、まあ、フォーメーションで、まあ、中野さんは練習来てないから分かんないと思いますけど、来てるがな、まあ、あの形っていうのはやってますし、まあ、そういう意味では、まあ、パットに入るときはやっぱりパットの方に集中するんで、まあ、そういうところでやっぱり僕自身の特徴はオフザボールでスペースを感じて、相手のいないところを感じれるのが売りだと思いますし、まあ、ボールのないところのスイッチ入れるところっていう部分でやっぱり、まあ、得点につながれるような動き出しっていうのができたと思うんで、まあ、シュートもそうですけど、まあそこの動き出しの部分で、まあ、外すところっていう部分でまあ勝敗がついたのかなと思いますし、まあ、今日の喜びっていうのは非常に大きいものだったし、喜びものですけど、まあ、自分たちの立ち位置っていうのは順位だったりっていうのは今日勝ったことによって勝ちましたけど、まあ、変わってはないと思いますし、まあ、次また勝つことによってまた次のステージっていうのが見えてくると思うので、まあ、本当に切り替えていい準備だけをして、まあ、プロフェッショナルとして、まあ、次どう進むべきかっていうことを常に私生活から考えてやっていきたいなと思います。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。そうですね、まあ、動いてくれたんで、それが一番、自分にとって、まあ、合わせやすい選手だと思うし、まあ、それを合わせるのは自分強みなんで、はい、まあ、やっぱディフェンスの部分はね、非常にいいバランスでやれてるんで、まあ、まあ、あとは攻撃のところしっかり出せれば絶対点取れるっていうのは、まあ、クオリティ高い選手がいるので、まあ、それをやり続けるだけ、あとはディフェンス崩れないようにやりましたけど、ご自身のゴールからちょっと受け替えてもらっていいですか。大山からすごいいいボールが来たと思うんだけど、ele passa maravilhoso, assim, já vem trabalhando essa jogada no treinamento, sempre estou conversando com o Oyama, falei para ele hoje insistir nessa bola, insistir nessa bola, ia errar bastante bola, mas um ia acertar, essa que acertasse eu ia podereu ia caprichar para poder fazer o gol e hoje deu certo, ele acertou a bola e eu pude fazer o gol. そうですね、青山選手から素晴らしいボールだったんですけども、まあ、練習の時からそういう、まあ、連携って話をよくしてもらって、その、まあ、何回かもうしつこくやってボール出してくれと、そういう話をして、それを出してもらって、まあ、ミスもあったんですけど、まあ、それでも、まあ、ああいう形でゴール取れたのは良かったと思ってます。No primeiro tempo eu tava com a cabeça baixa, né? Cortei o zagueiro, mas só que eu tava com a cabeça baixa, tentei tirar dele, pegou em cima dele, né? E no segundo tempo eu já tava de frente, então eu tive calma ali, esperei o momento certo para definir a jogada e pude caprichar e fazer o gol. そうですね、前半の時はディフェンダーをかわした時にまだ頭を上げてなかったんですよね。でシュートしてキーパーに当たったんですけども、もうその後半のシーンは青山選手のボールが来た時にはそのもうキーパーと正面で向き合って、ちょっとちゃんと見てキーパーの動きを見て、まあ、蹴ってこれ入ってよかった。逆転ゴールもロペの動きすごくよく見てたと思うんだけど、ね、essa jogada ali, a bola que eu recebo, tem que ter calma ali na frente para me segurar a bola para poder esperar algum companheiro. E eu já escutei ele gritando atrás de mim, já esperei o momento certo dele passar para me poder já dar na frente para ele ganhar do zagueiro. E graças a Deus deu certo, ele pôde fazer o gol. そうですね、前でボールをもらって、まあ、我慢強く、自分を味方を上がってくるのを見て、で後ろからロペが声が出してて、それを分かって、まあ、いいタイミングよくディフェンダーの前にボールが行くように、まあ、彼がフィニッシュできるようなボールを出したと、まあ、それは決めてよかったと。いやー、こうやって
勝利した後初めてですね。初めてです。はい。またです。いやもう死闘でしたね。全員で戦って全員の勝ちたい気持ちがジュビロより上回った結果、勝てたと思うんで、本当にスタッフ、ベンチのメンバー、ベンチ外のメンバー、みんなの力で本当勝てた試合だったなと思います。ハーフタイムでの雰囲気すごいロッカー良かったですよね。ハーフタイムもう誰も下向くこともそうですね、ああいう雰囲気でできてる時はね、やっぱり逆転勝利なりね、盛り返すことができるって自分自身の中では感じてるんで、やっぱりハーフタイムでね、僕自身みんなに声かけてたし、下を向かずにね、ここから這い上がっていこうっていう気持ちで、本当に前半苦しい展開でしたけど、自分の中では逆転してきた試合っていうのは思い出しながらやってたんで、みんなに声かけ合いながらポジティブな雰囲気でハーフタイムを迎えれたんじゃないかなと思ってます。さあ這い上がっていきましょう。頑張って倒します。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。Foi um belo gol. Qualquer coisa para falar. Eu estava esperando o gol. Obrigado, gozaimasu. Tsugi, né? Game Gamba. Kachimashou.